はい、皆さんこんばんは、バイスの竹です。本日も始まりましたバイスチャンネルは、竹の何でもやってみようという企画で、前もちょっとカスタムベストを作っていたんですけど、今後バイスとしてちょっとカスタムベストを、まあ、販売っていう感じになっていくと思うので、まあ、今回は、まあ、カスタムベストの、まあ、参考というか、皆様に参考にしていただけたらなと思って、ちょっと今回はセカンドベストですね、セカンドタイプのこちらの、デニムベスト3つを、カスタムして、まあ、参考にしていただけたらなと思います。ということで、本日も、皆様、バイスチャンネルスタートです。どうぞ。はい、皆さんこんばんは、バイスの竹です。本日はですね、前回、ベストをですね、カスタムしていこうっていう企画で、まあちょっと今月、9月発売の、アップスイープ号にて、バイスデニムベストの特集って感じでちょっと、紙面に載ると思うんですけど、そちらに向けてですね、ちょっと、今回はこちらの3色、ブルーとこちらのブルーとブルーデニム、ブルーデニムと、ブラックデニムと、まあ、ブラックブラックですね、この3色を、ちょっとカスタムしていきたいと思います。まずはですね、まあ、このようにサンドペーパー、毎回ですけど、これでちょっと、下地を、まあ、削って、まあ、こんな感じでこすってですね、全体的に、処理していきたいと思います。はい、それではですね、こんな感じでサンドペーパーでがっつりこすって、ある程度、こすり、満遍なくこすり終わって、こちらの3つのデニムですね、はい、これがブラックで、こちらがブルーですね。まあ、ちょっとこすりたてなんであんまり分かんないかもしれないですけど、まあ、このあとまた乾燥機と洗濯機かけると色が落ちるので、これはお楽しみにということで、はい、で次はですね、まず乾燥機とかかける前に、ワペン、はい、これですね、ワッペンを、ちょっとカスタムでつけていきたいと思います。いきます。はい、ということですね、まあちょっと1時間ぐらいかかって、3つのベストがとりあえず縫い終わったので、こんな感じですね。とあと、まあブラックデニムはちょっとまた襟切ってこんな感じで塗ってみました。でブルーデニムの方は今回ちょっと黒っぽいワッペン中心に貼って、まあ、ちょっとワンポイントでこの FTR の赤を入れてみてみました。はい、こちら3つ今からちょっと洗濯いって、仕上がりを、仕上げていきたいと思います。はい、無事洗濯と乾燥が終わりまして、とりあえずこんな感じで、ブルーデニムは、仕上がってます。まあ、多分新品と比べてもらうと結構色が落ちてるので、まあ、あんな感じでサンドペーパーと洗濯と乾燥機でここまで、まあ、程よい感じで色が落ちると思います。これがブラックブラックですね。ブラックブラック結構色落ちていくとこういう風に白っぽく当たりが出たりとかしていくんで、また新品と違う感じの雰囲気に仕上がります。ブラックデニムは、まあそんなに色が落ちてないじゃないですけど、まあこんな感じで落ちてるとこは落ちてますね。はい、まあ襟切って乾燥機と洗濯機かけるだけでこんな感じのふさふさってなるんで、まあお手軽に、まあ、雰囲気出るベストになります。
はい、じゃあこちらのベストとかに、ピン付けですねを、つけていきたいと思います。ちなみにこちらがですね、ちょっと見えるかな、はい、これが新作系のピンズになります。こちらの方もちょっとつけてカスタムしていきたいと思います。はい、このようにピンズをつけて、フィニッシュ感じて、ブルーデニムの方は、新作のこちらですね、チョッパーフォーエバーと FTW の、羽のピンズをつけて、完成です。まあクロスのステッチがゴールドってこともあって、まあ、ゴールドのピン付けをつけていきました。はい、ブラックブラックは、このようにボタンが、シルバーってこともあって、ピン付けは、まあ、シルバーに統一して、イーグルとクロスをつけて、あとは襟のとこにこんな感じで、つけてみました。結構シンプルな感じで、かっこいいと思います。はい、はい、最後ブラックデニムは、まあ、上の方にシンプルに取り付けて、まあ、新作の FTW と、スカルのクロスですねをつけて、あと下の方にワッペンですね、ナンバーワンカンパニーのワッペンをつけました。はい、結構ちょっと悪い感じの雰囲気で仕上がったと思います。はい、皆様、本日もご視聴ありがとうございました。まあ何でもやってみようみたいな企画で、今回はセカンドデニムのベストを、3つ、まあ軽くですけどカスタムした感じで、まあ、バイスのワッペンとピンズ等を使って、カスタムしていきました。まあ、次回は、もう一個定番のファーストベストか、あと最近出た、フェイクスエードのベストをちょっと僕なりにカスタムして、まあ、カスタム参考に、皆様にお届けできたらいいなと思っております。はい、ということでですね、今回の竹の何でもやってみようは、終了です。終了ということで、この後ですね、今週末の、月曜日ニューオーダーチョッパーショーの、バイス、まあ、持ってくアイテム等の、告知とかがちょっとできるかなって感じなんで、この後もお見逃しなくよろしくお願いします。はい、それでは一旦皆様、さよならバイバイス。はい、皆様本日もご視聴ありがとうございました。まあ、竹の何でもやってみようという企画いかがだったでしょうか。次回も、ベストのカスタム等を、動画に収めて、こちらの YouTube で公開していけたらなと思っております。はい、そしてですね、今週末の月曜日に、開催されます、ニューオーダーチョッパーショー、バイス出展いたします。はい、こちらですね。はい、場所は神戸国際展示場 3号館、9月の17日月曜日の祝日になります。皆さんもふるってご参加ください。ということでバイスも、こちらのイベントには、まあ、中心的に持っていくのは多分こういうロンティーですね。ルーザーのロンティーだったり、あとスーサイドのこういうようなロンティーを持っていく予定で、まあ、限定アイテムもうなんかあれば持っていくと思います。あとは、今時期から使える、こんな感じのコーチジャケットですね。こちら秋冬、まあ、アウターの下に仕込んだりとか、こいつロンティの上に重ねてきたりとか、いろいろ使いやすいアイテムになってます。バイクの、着ない時とかはバイクの持ち運びに、バイクでの移動での持ち運びにも便利なので、こちらとかをですね、まあ、秋物アイテムを中心に持っていくと思いますので、ぜひ、皆様神戸国際展示場3号館
で、皆様のご来店お待ちしております。はい、次回の、Y チャンネルの放送も皆様お楽しみにということで、最後はこちらのアイコンですね、バイスのアイコンを、ポチッと押してもらって、皆様どうかチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではいきます、皆様一緒にせーの、バイバーイ。